キャロル・ギリガンはアメリカ合衆国のフェミニストで倫理学者、心理学者、ローレンス・コールバーグと共に倫理的なコミュニティや倫理的社会について共に仕事し、また彼を批判した。倫理学における主体客体問題でよく知られている。現在ニューヨーク大学の教授でケンブリッジ大学の客員教授を務めている。代表的な著作はもう一つの声。 男女の道徳感の違いと女性のアイデンティティ。法律家、ウィリアム・フリードマンと幼稚園教諭、マーベル・ケムニッツの一人娘として生まれ、ニューヨーク市のユダヤ系の家庭で育った。彼女はピアノを弾き、学部時代はモダンダンスでキャリアを目指した。スワースモア大学をイギリス文学で、最優等で卒業した後、ラドクリフ大学で臨床心理学で修士号を取得。 ハーバード大学で社会心理学で学位を取得した。1967年にハーバード大学で大学教員としてのキャリアを始め、1988年には同大学の教育学部で就寝教授権を与えられている。1992年から1994年、ケンブリッジ大学でアメリカの歴史と制度のピット教授として教鞭を取った。 1997年には、ジェンダー研究のパトリシア・アール・ベルク・グラハム教授職に指名された。2002年ニューヨーク大学で教育学と法学の正教授となるため、ハーバード大学を去った。2008年現在、ケンブリッジ大学のジェンダー研究センターで客員教授をしている。医者で、ハーバード医学大学院暴力研究センター所長のジェームズ・ギリガンと結婚している。 もう一つの声、男女の道徳感の違いと女性のアイデンティティが最もよく知られている。ギリガンは女性の心理学や女の子の発達についても研究し、教え子たちの数多くの研究の観光に協著者として名を連ねている。2008年に初めての小説、キラも書いている。ありがとうございます。